なんとか重工トンコツです。今回もですね、 KTM モタード化企画の続きということで、チェーンアジャスターを作っていきたいと思います。でこちらは KTM 純正のチェーンアジャスターで、内径が違うだけなのでカラーをね作ってあげれば使えないことはないんですけど、最近僕追加工とかカラーとかしか作ってなくて、ちょっと重工らしさが全くないので、今回は CNC を使ってアルミのブロックからオリジナルのねチェーンアジャスターをワンオフしたいと思います。では早速作業の方入っていくんですが、まず最初に使用工具をご紹介しておきます。こちらは以前 OSG さんとのコラボ動画で開発秘話を聞きに行ったアルミ専用のエンドミルとなります。こちら非常にアルミに対して有効ということで、あえてですねこちらエンドミル1本で全加工してみたいと思います。
どうでしょうか。めっちゃ綺麗じゃないですか。このポケットとか、この壁とか、穴の中とか、この傾斜部分とか、全部一本のフラットエンドミルで加工してます。で、切削液とかミストとかはほぼ使ってなくて、9割ドライ加工で、やりました。めっちゃ綺麗ですよね。で、肝心のエンドミルの方なんですけど、まあね、3D 加工って結構角いっぱい使うんですけど、肉眼で見える範囲では欠けとか一切なくて、まあ、まだまだ使えそうな感じですね。まあ機械の能力的にこいつのパワーをね、引き出すことはできないので、まあ、ちょっとちゃんとした検証というか工具のテストにはなってないんですけど、まだまだてかこの使い方ならね多分一生使えると思います。はい、というわけで、次はアルマイトしていきます。で、今回は A2017 を選定したので、まあ、アルマイトもかなり綺麗に乗るんじゃないかなと思います。黒っ、なんか知らんけど黒い。はい、では引き上げます。おー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 、めっちゃ濃い。はい、アルマイト終わりました。アルマイトはね、処理にも時間かかるんですけど、準備と後片付けにも結構時間かかるんで、一気に疲れがきますね。ちょっとね、工房引っ越すことがあったら、アルマイトセットはね、ずっと置きっぱとかにしたいですね。はい、で実際にアルマイトできたやつがこんな感じです。なんかね、わかんないですけど、こっちが濃くてこっちが薄くなっちゃいました。同じ材質で同じ時間同じタイミングで処理したにもかかわらず、こんだけね色に差が出ちゃいましたね。いや、もうこれはねお手上げです。だからプロ、アルマイトのねプロは別ロットでね注文入ったりするわけじゃないですか。でもそれでも色合わせないといけないんで、いや本当すごいなと思いますね。ちょっと素人レベルじゃ無理てか同じ時間でやったら普通同じになるだろうって思うんですけど、まあこんな感じになっちゃいました。まあまあ別に僕のバイクなんで全然いいんですけど、とりあえず今日はもう疲れたんで一旦帰って、また後日。はい、というわけでチェーンアジャスター車体の方に取り付けてみました。このオレンジアルマイトが車体のねカラーリングと非常にマッチしててめちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいんですけど、タイヤちゃんと回んないです、これはですね、なんでかっていうと、今回初めてちゃんと締め込んでみたんですよ。ナットとかをねグッと仮組の本当の仮組ってことでしっかりこうグッと組みつけたらですね、まさかのタイヤ回らないっていう、事件が起きております。スイングアームから出てるなんかね出っ張りみたいなのがあって、そこにキャリパーサポートがこう挟まってるんですけど、この出っ張りにどうやらブレーキディスクが干渉してるみたいで、ほんのちょっとなんですけどね、干渉してて、回らないっていう。で、前回チェーンラインもあやふやだったんですけど、チェーンをね一回外して、もう棒をねロングにしてちゃんと見てみようってことで、見てみたら、まあ、チェーンラインはしっかり出てた。でただ、こっち側ブレーキ側が干渉してるんで、キャリパーサポートの座面をちょっと削ってあげる必要があります。でそれに伴いスプロケがついてるこのハブの座面も、削ってあげないといけないので、もうちょっとあります今回では終わりませんでした。ただもうほぼできてる、ほぼできてるんで、毎回仮組仮組って言ってますけど、もう次ガチ組っす。もうないんで、はい、というわけで、もう終わりますので、次回最終回ということで、お楽しみにしていただけたらと思います。多分ですけどねあ、そうそう、あとハブボルトか、ハブスタッドボルトも来てるんで、しっかり、組み付けて、まあ、完成させたいなと思います。というわけで、今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、ノート、
あと物販でなんか T シャツだったりとか、オリジナルグッズとかも販売しておりますので、よかったら概要欄の方から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。